論とは、ある事象に対し順序立てられた思考、意見、建設をまとめたものである。人の思考は、その人の精神的な成長とともに発達し、一定の教育を受けることにより、論理的な性格を有するようになる。単なる創造、空想、無想、感情、情緒の産物でしかなかった不確かな思考が、規則性を有するようになり、 論理的な破綻がなくなった時に一つの論が構成されたと見ることができる。携帯は印刷物、音声等として記録されている必要はなく、完全な形式をなしていない状態で私的な思考の中にも存在する。仮定を用いることにより、非現実的な事象を対象とすることも可能である。また、そのま偽にかかわらず、受け手により、正論、空論、 理論等の評価が与えられる。仮説として存在可能であるが、最終的に実証された場合に、一般的な評価が定まる。筋道を立てと述べる。現代文学について、ずる、環境問題を、ずる互いに意見を戦わす。論争する。また、言い争う。夜を徹して、ずる取り立てて問題にする。問う。ずるに足りない、規戦を是、ぜズ。 ありがとうございます。